僕思ったんですよ。マーフィー今作からこのブレイブチャージという技覚えたじゃないですか。この技はこれ瞑想の上位互換で、この特攻と特防を上げるだけでなく状態異常を直すことができちゃうんですよね。ってことはですよ、これさ、眠るで全回復して寝言でブレイブチャージを発動させたら、その瞬間目覚めることが確定するんで、めっちゃ強くねって思ったんですよ。なので今回はこのブレイブチャージ要塞型マーフィーで実際に強いかどうかを検証していこうかなと思います。お、これはマナフィー日和じゃないか。とりあえず先発はチオンジンからでいいかな。大体のポケモンこれで対応することができるんで、チオンジン行きながらマナフィーと、あとは締めで、まあ、ドラパルトでいいかな。マンムーでもいいんですよね。でドラパルトでいいかな。ということで今回はこの3匹で戦っていこうかなと思います。うわ、怖っプレデターみたいや。いや、プレデターじゃん、相手も。この仮面の付け方といい、トレーナーカードといい。さあ、ちょっと宇宙人と戦いになりましたが、もう相手もなんか宇宙人みたいなポケモン使ってきますね。羽ばたく関与の違い。まあ、色合いといい、宇宙人ですね、これね。CC って何の略か全然わからへんけど。とりあえずここは、ギガドリンクからでいいか。え、じゃあ誰に繋いでいくんでしょうね。デンジャー、え、海竜とかか。これクッソ性格悪い海竜がアイディアンヘッドで無双しますよってパターンのやつか。謎ですね。マクナドディア、ムーフォア直近持ってるんで耐えます。特攻下がるのは良くないですねそれはちょっと良くないかな。いやーねえ、本当に。さあ、チオンジェンが何もすることなく撃たれたランス幅すげえな。おお、なんか90当たっていく。まあとりあえずいい感じに急所も当ててくれたんで、まあこれはもうチオンジェンはよく頑張ってくれたんじゃないですか。デンジャー持ってるから、たたり目とかはあんのかな。たたり目デンジャームーフォー、滅びの歌があったらちょっと嫌なんだよな。まあ、今の環境、滅びの歌持ちはあんまり多くないんで、ブレイブチャージしちゃいましょう。デンジャー、あらららららやっちゃいましたね、羽ばたく神さん。ブレイブチャージの効果を解説してやろう。さあ、特攻と特防が上がるだけではなく、なんと、状態異常を治すこともできてしまうんですよね、これね。まあ、痛み分けは別にいいや。だから痛み分けされるんやったら、これチオンジェン急所に当たってしまったらよくなかったな。まあでも痛み分けがあるっていうことは、これは瞑想はなさそうなんで、ひとまずは安心ですね。なのでそこだけはもうと問題なしかなという感じではあるんですが、さあ相手さん、もうすでに僕のマナフィーの特攻はバカみたいに上がってます。もう1ブレバチャージすれば、まあ、完璧かなという感じなんですけど、これは相手あれか、しびれて動くまで一生デンジャー打ちまくるって感じなのか。よし、動いてくれるまあチオンジェンがね、すべてデンジャーのしびれとか特攻ダウンとかの災いをね、すべて受け入れてなくなってくれたんで、今のマナフィーは運上振れ絶好調ですはい、なので、まあ、ここはもうイケイケどんどんですよ。まあ、別にここ誰に交代されても全然対応できるんじゃないか。ルドマン、誰でしょう。あー、サーフゴーね。こっからはさすがに、悠長なことはできなくなりましたね。ここ、こだわりトリックで何もできなくなるパターンが一番の負け筋になるんで、他も熱湯で攻めていきましょうか。上取れてる。あーん。あ、トリックしていきましょう。メガネか。え、メガネ食えていいんですか。しかも上取れてるんだよな。あら、僕のマナフィーちゃん火力上がってしまいましたね。あらあら、火力を上げさせてくれたなんて嬉しい限りですね。さあ、熱湯で相手の鉛を溶かしてですね。え、もうこれさ、別にウーロス来ても勝てるし、海竜が来てもロセそうだよな。 CC 痛み分けしてきてくるか、
電磁波してくるかって感じっぽいな。まあ別にええや。え、誰マジで後ろこれ。なんか食べ残し持ってて身代わりとかしてくる相手が来るとめちゃくちゃ嫌なんですけど、うわそのパターンでいくと海流がめちゃくちゃ嫌なんですよね。海流はちょっとやめていただきたい。シャーシャーはなんな。あーガチグマか。まあガチグマならもういけるんじゃないか。これ上取れるじゃんワンちゃん。あー抜かされてんな。いやまあ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 ここは熱湯でテラスタ。いや別にいいや。最悪あのガチグマはドラパルトのメガネ流星群で倒せるんで特別問題感じないです。さあこれは剥がれテラスタルか。剥がれテラスタルでも全然やれるんでいいですけど。瞑想。あ、こいつが亀の腰持ってんのか。なるほどね。でもここで相手が堂々と瞑想から入ってくるっていうことは身代わりはないのかな。強マラフィーが強すぎる。いや、いい火力してんな、ほんまに。まあ、ここまでやれば、まあ、月の光されなくても、あ、勝ったわ。まあ最終的に、ドラパルトで全然倒せそうな感じだったんで。いや、これはもう、ブレイブチャージの強いところを見せれたんじゃないかな。圧倒的、3立てをしましたね。状態異常を直すっていうのが、マジで強いね。あ、怖い。なるほど。これ典型的な積み構築ですね。これちょっとキチキギス、いっちゃいましょうか。キチキギスマナフィーで、まあ、これでちょっと耐久、陰キャしながら、あとはもうドラパルトで、たたり身で詰めて戦っていく感じで、なんか全然やりそうな感じがするな。ということで、今回この3匹で戦っていこうかなと思います。おそらく初手は、アローラキューコンで壁を張って、ガチグマか、ジャラランガで、積み技を使って全抜きしていくっていう感じのプランなんじゃないかなと思ってます。なんか最近のランク版の教師たち、このキューコンとガチグマを絡めて戦っていくっていう戦法がなんか好きみたいなんで、おそらくそれに乗っ取ってるんじゃないかなと思うんですよね。オッケー、キューコンから。キューコンはね、状態異常にできるとまあいい感じになるんで、ここはスイープビンタで毒らせまくりましょうか。行きましょう。さあ、オーロラベール。まあ、今回はもう残念ながら固定ダメージで倒していくつもり満々なので、まあ、これは別にそんなに刺さらないですね。さあ、回数に応じてどんどん毒の鎖活動する可能性が上がっていきますからね。は？は？え？お水なんて持ってる？まさかやと思うけど。こんな、待って、こんな毒らないことある？嘘でしょ、お前。え？わ、引っ込めてきた。誰？わ、最悪。え、隠密マント？今のアローラ9軍の隠密マント持たせんの？これ、ちょっと、剣舞されそうなんやけど。やめてよ、ほんまに。でも、一応、シャドウクローぐらいであれば、まだ一撃耐えれるんで、ここトンボでいいか。あ、だる。そのニトロチャージはだるいけど、その瞬間、君が砕きるロイじゃないことだけ分かったわ。ここなんですけど、マナフィー出したところで、ちょっと、押されそうなので、ここ、ドラパルトいいんじゃないかな。その、草テラスタル持ってるパターンが嫌なのと、ドラパルトであれば、この属性すり抜けのおかげで、相手のオーラルベールを無視して攻撃することができるんですよ。だからそれが、まあ個人的な強いんじゃないかなという判断ですね。まあここは殺意マシマシで、流星群でいいんじゃないかな。別に9個に交換されるぐらいには全然いいんで。ボルターガイスト？え、こいつボルターガイスト使えんの？え、マジで？耐えるかな。あー、よかった。マジか、こいつボルターガイスト。これは知らんかったわ。そうなんだ、ボルターガイスト使えるのか。これには僕もびっくりですね。まあここはもう交換読めてると思いますが、まあ、全然ここはキチキギスに交換が安定なので、まあ一応キチキギス出していくんですけど。はー、なんか、ソーブレイズもだいぶ強くなりましたね。ソーブレイズも強いし、なんならちょっとね、キチキギスも硬いしで、ね、なんか、ほんまに、DLC 用、
隠密なんてちゃうやんけ。ちょっと、激変来た。激変化に来る分には全然いいねんけどさ。あれなんか、運の下振れすごいねなんかちょっと下振れがすごいねこれねまあここはもう別にマナフィに交換で全然いいんで。とりあえず、激変化に毒ってくれればそれでいいから。マナフィー出して、まあどうにかこうにかしていきましょうか。いやー、ちょっと運悪くないですか？さあ、息をするように毒るわけもなく。待て、スイープビンって5回だってさ、毒毒サリが発動しない確率でいくっすよ。ちょっと待って。アレクサ、1引く 0.7 の5乗は1マイナス 0.7 の5乗の近似値は 0.8319。 だからさ、 16% の確率あえて引いたってことでしょ。やばくねとんでもないっすよね。なんか恐ろしいわ。さあ相手もこいつもさ、こいつが隠密マントもうなんか何にも追加効果発動しなかったら全部隠密マント持ってるんじゃないかなって勘ぐっちゃうねんけど。はい、まあ、危険下にはそこ交換は全然良くて。いやー、なんか、勘ぐっちゃいますよね、これね。どうしようかな。いや、正直ね、ここをやりたいこととすれば、マナフィーでね、一回ブレイブチャージで、目覚ましたいんですよね、ここ。別に壁は全然張られていいんで、寝言じゃないですか。で、寝言ってね、めちゃくちゃ面白い仕様があって、それが寝言ってアンコールできないんですよ。だから相手がここ次のターンにアンコールとか打ってきた場合は、めちゃくちゃ悠長に試行回数を稼げます。焼けてくれていいよ、ここ。焼けろ！もう焼けてー焼けてほしいですよね、ここね。ムーンフォースは全然 OK。まあ、ムーンフォース、吹雪。オーラでやっと1って感じではありますが、あと何なんでしょうね。さあ、全然目覚まさにもしませんが、まあ、ここは別になんか受け切れてる感じはするから、まあ、ネットでいいか。結局のところ、ここ相手は、そうそう、こんな感じでね。相手は結局ネットが見えてる以上は、危険下に交換できないと思うんですよね。まあ、だから確率的には圧倒的に有利ではあって、オッケーいや、相手めちゃくちゃ運いいな。ここまで 30% を引かれなかったのは生まれて初めてだよ。9コンビ。まあ、これは9コンはもうこれ畳目で倒せることは確定しておるので、ここはもう基地技術が一番いらんかな。別にここ危険下に交代されていいんで、とにかく、まあ、スイープビンターをどっかのタイミングで使うもよし、ここね、多分最大限確率を上げていくんであれば、ここ基地技術ね、多分スイープビンター打つんじゃなくて、トンボ返りを打って、こっから、マナフィーに下げていくのが強いかな。で、そうすれば、キチキギスの毒の鎖を打てる試行回数を稼ぐことができるのと、ここはさすがに相手アイスハンマーしか打てないから、マナフィーが着地させやすいんですよ。で、マナフィーが無事着地することができれば、こっから雷パンチ、まあ、2回までは食らうことできるんで、これで熱湯で追加効果を引ける回数を増やせるんじゃないかっていう、そういう判断です。まあ、焼いてしまえばもうあとは、ドラパルトで、たたり目で倒せばいいだけですからね。さあ、雷パンチ、90ダメージか。俺さ、いや、眠ってもいいけど、熱湯でいいよな、ここ。うん。熱湯打ちます。あ、OK。これは勝ちましたね。もう、キキンカニが、多分、ノーマルテラスタルとかがない限りは、まあ、これはもうどうしようもなくなるんじゃないかなと。で、相手がドレインパンチしてきたってことは、もうこれも、ドラパルトが出る幕もないですね。あとはもう、眠寝越して、ついでに、9個も倒してしまいましょうか。まあ、ということで、ありがとうございました。いいやん。うわー、なんか、やばそうなパーティー来たね。いやー、シェイミとビビオンですか。これ、シェイミってさ、素早さ高いけど、今の環境、パオジアンとかがベースになってるから、スカーフとか持たしたりするんかな。トリマ選出は初手ドラパルトで、まあ、これで大体、誰が出されても対応はできると思うんで、あとはマンムーとマナフィー行きましょうか、今回。
ちょっとビビオンが嫌ですけど、その辺はマンムーとかでなんとか対応できたらそれでええかなということで、なんか一匹二匹相手を潰すことができればそっからマナフィーでいい感じに通せる感じがするんで、それを目指していきたいなと思います。お願いします。うわ、シェイビー来た。いや、シェイビー来たけどさ、一応素早さ関係ではドラパルトの方が早いですね。さあ、スカイフォルムは確か127族でドラパルトが早いはずです。ここはシャドーボールがいいか。シャドーボールで、うわ。もうそんなんされたらさ、大文字押すしかないやん。もうおい、頼むわ、ここ動いてくれ、もう。なるほどね、今のスカイシェイミはこだわりスカーフを持たせるのね。あのシェイミは特製天の恵みというのを持ってまして、動けー、いやオッケー。シェイミは特製天の恵みっていうのを持ってて、追加効果が2倍になるんですよ。まあ、だからエアスラッシュのヒルミ率が、まあ、30% から 60% に上げれるということで、もうまるでトゲキスと変わらないっていうね、そういうポケモンなんですが、ここは不意打ち読みでマナフィーに交代しましょう。いや、シェイミ潰したらさ、これマナフィーだいぶ通しやすくなったんだよな。行きましょう。相手も幻を使うなら、こちらも幻を使っていこうという魂胆ですよ。で、パオジアンは電気テラスサルの採用率がめちゃくちゃ高いので、ここは再度ドラパルトを切ることによって、相手がここへテラスサルを切ってくるかを確認しましょう。まあ、それが一番いいんじゃないかな。相手がここで漏らしてくれるとありがたいんですが、まあ、そんなこともなく。まあ、ここはじゃあ、もう一度下げましょうか、マラフィーに。電気テラスタルではないってなると、え、何なんでしょうね、全然想像がつかないですけど。さあ、再度マラフィーぶん投げまして、スラロット時計。じゃあここはもういい感じに起点にしていきましょうか。パオジアンはだいたい持ち物採用率トップが気合のタスキなんで、マンムーでも通せれるようにここは熱湯でタスキを潰していこう。で、ここで相手が、まあ、突っ張ってきてくれたり、やけどになってきてくれる。まあ、なってきたりすると、まあ、ありがたかったかなっていう感じですね。おい、いいね。てか、不意打ち持ってんのかよ。まあ、ドラパルトに不意打ち打つのは、それなりに勇気いりますからね、確かに。わからんでもないか。ここは、どうしようかな。正直眠るでいいよな。さあ、つらら落としで、これは昼間瀬に来ましたね。まあ、昼間瀬に来る分には全然構わないんですが、さあ、ここへ眠ることによって、さあ、相手はこれで、お？ああ、マラフィー眠るんだ。カゴの実別に持ってるわけでもないしな、っていう感じで、この辺でもしかしたら、交換してくる可能性、全然あるかもしれませんね。まあ、そこに対して寝言をすることにより、まあ、熱湯だったら火傷チャンスもありますし、ブレイブチャージをすることができれば、その瞬間、僕は目を覚めることは確定します。さあ、寝言しましょう。さあ、ブレイブチャージ、来たさあ、ブレイブチャージ、改めて説明しますが、特攻の特防が1段階上昇し、さらに、状態異常を直すことができるという技です。あとは、ちまちまと行こうじゃないか。焼けてくれてよ。うえぇはい、完璧と。てか、ネット、マジで、やけど率高いですね。いやー、なんか、ムーフォースとかもそうですけど、なんか追加効果の 30% ってさ、体感 80% ぐらいで発動しますよね。ここは、相手にテラスタル切ってほしいんで、ドラパルトでちょっとごまかしていきましょうか。さすがにドラゴンタイプ対ドラゴンタイプってなると相手がちぎってテラスサル切ってくる可能性もなくはないんでね。こことはもう一回リュウマイでしょ？うん。で、ここはもう一回リュウマイするけど、さすがにこの次のターンにもう一度リュウの舞をね、することはほぼほぼないと思うんですよ。なので、まあ、もしかしたらパオジアンをクッションにして再度返りを出してくる可能性も、まあ、なくはないですけど、そんな、まあ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 いいや。そうした場合は、能力値がリセットになるんで、別に問題ないと。
いうわけだったんですが、まあこれだったら別にいいかな。まあ大体の海竜、地震神速竜舞、羽休めみたいな技構成なんで、さすがに、まあ上は取られてますが、マンムーであれば何かしらの攻撃は耐えることができるんじゃないかなと思います。つらばりしましょう。激あ、やばい、あー、ぶねいや、それはちょっと危ないな。あ、マジか。今の海竜って激輪使うんですね。なんか激輪海竜って大体、こだわり鉢巻きで持たせて荒らしまくるイメージしかないからさ。竜舞で激輪打ってくんのは、めちゃくちゃブラックホワイト思い出す。もう、テラスタルとかがなかった最初期の海竜ですね。まあ、そういうわけで。まあ、これはもう、追打ちで倒されちゃっていいんで、つららばりで、ちまちまと削っていきましょう。結局さ、これま、ちょっとマナフィーの、めちゃくちゃ強いですよっていうところをあんまり伝えることができなかった感じがするな。なんか、マナフィーの寝言ブレイブチャージコンボが強いっていうよりは、なんか熱湯が強いみたいな。そんな感じになっちゃいましたね。さあ、パオジアンはどうやらテラバーストを抜いて、剣舞が入ってるパターンのタイプだったみたいですね。あ、これはまあ、おおむね勝ちなんで、よかったよかった。ここまでのご視聴ありがとうございます。いかがだったでしょうか。今回マナフィーを使ってみた感想なんですが、まあ安定はしないですけれども、ハマれば強かったなという印象ですね。あとは、まあ、今回物流系に特化して育成したんですが、ちょっと種族値がね、ちょっとまだ全然足りてなくて、やけどにさせることができれば物理アタック相手には相手はできるものの、そうじゃない場合、例えば海竜とかの、この熱湯半減で受けてくる竜舞積みアタッカーとかは、まあ、めちゃくちゃ戦うのがしんどいなっていう印象がめちゃくちゃありました。なので、まあ、マナフィーを本気でこの方で運用するってなると、まあ、一番有力候補として上がるのが、多分霊獣ランドロスとか、この威嚇とかと組み合わせて、マナフィーで、まあ、立ち回っていくっていうのが、安心してブレイブチャージを積んで、まあ、要塞化しやすくなるんじゃないかなと思いましたので、もし使う方いらっしゃいましたら、威嚇と合わせて戦ってみてください。あと今回使用したパーティー、こんな感じでレンタルパで公開しておりますので、マナフィーの強さを体感したい人、ぜひ使ってみてください。また、メンバーシップの方で今回使用した構築の努力値ぶりなども、共有しておりますので、もしそちらも興味ございましたら、ぜひ遊びに来てください。ということで、次回もお会いしましょう。バイバイ。